ピーター・トラバースピーター・トラバースは、アメリカ合衆国の映画評論家である、ピー・イップル氏や、ローリング・ストーン氏で映画表を書いている。ピー・イップル氏で4年間活動した後、1989年に、ローリング・ストーン氏に移った。トラバースは読みやすさを優先するためにあえて高度な、分析を避けることで有名である。efilmcritic.com によると、トラバースは、 国内で最も宣伝文に使われた映画批評家であるという。マーティン・スコセッシュ、デビッド・リンチ、ポール・トーマス・アンダーソン、クリント・イー・ストウッド、クリストファー・ノーラン、公演兄弟、アンリー・イラを評価しており、彼らの監督作品はトラバースの年間トップ10リストの常連である。一方で、マイケル・ベートその監督作の多くには否定的である。また、 ニコラス・スパークス原作の映画が毎年のようにバレンタイン前後に公開されることに関して大きな不満を持っている。2002年より4つ星満点での採点を開始している。これまでに満点を与えたのは以下の作品である。逆に、聖霊子だったのは以下の作品である。アカデミー作品賞受賞作は太字で記す。ありがとうございます。